ですね、3歩の1歩を長く取るというのを意識して練習していきたいと思うんですけれどもね、私はですね最後の1歩が短いんですよ。なので短いとこうね、子がこんな感じでね、すぐにやっぱり落としてしまうんだけど、フラットゾーンがこう長いとすごくね、ボールの直進してくれるエネルギーが失われないと。そしてやっぱりね、スパットも見やすくて狙いやすいと。あとはね、自分のね体重をボールに乗せることができるということでですね、いろいろといいことづくめだそうなんです。私は右手投げなので最後左足で踏ん張るんですけど、踏まれるかな私。まあね、早速投げてみます。ドキドキや、突っ込まないようにしないとな。さっきアプローチも危なかったしな。ちょっとゆっくりめに行こう。あ、ちょっと待ってよ、ダメだ、ゆっくりめに行ったら初めちょっと怖いから、ちょっと待ってよ、ちょっと初めは優しめに行きます。ビビってるな。最後もっと踏み込まなきゃいけないのに。まだちょっとビビってる。今ねちょっとね、いつもより少しだけ長く取ったような気はするが、右足に意識してみようかな。ちょっと右足あんまり意識できてなかった。なんかああちょっといい感じかも。イエイ、取れた。ちょっと思い切り行ってみようかな。朝作ったばっかだけど、まだこのものじゃないかな。こうぐらい。ちょっと今の意識してね。こんな感じか。あ、なんか膝がすごい曲がってるような気がする。そんなに膝曲げなくていいんだよね。思いっきり行ってみます。回転が、ほら落としたし。とりあえず足 100% 意識向けてみるぞ。手あるともう手がダメ、やっぱり。はい、というわけでやってみたんですけれども、足を意識するとさっきも投げながら言ってたんだけどね、やっぱしてもね手がねおろそかになっちゃうって。まあそりゃそうか、いきなりいろいろできないか。でね、膝をねあんまりね曲げないって意識して練習しようと思ってるんですけど、膝がねどんどん曲がっていく気がするよ。どうしたらいいのかな、ぜひコメントで教えてください。そのわけで本日の動画は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。もしこの動画が少しでもいいなと思いましたら、グッドボタンとチャンネル登録ぜひぜひお願いします。動画とツイッターもやってますので、こちらもぜひぜひフォローお願いします。ではまた配信します。じゃあねー。